おはようございます。はい、おはようございます。泣いても笑っても、グレアマ5日目最終日です。はい。ね、あっという間の5日間ですね。そうですね。なんかもう苦しいなっていう5日間でもあり、あっという間でもあり。ね、はい。でも同じ服とかこある程度ね、ある程度着たやつをシャワー浴びながら水洗いして干してるみたいなのも、してたんですけど、でもさすがにそれも手間が間に合わず。はい、あ、これ洗ってねえけどこれ着ちゃえとかね、はい、なんかそういう感じになって、僕なんかでももう同じですよ。もうなんか3日間分ぐらいのやつをこう毎回のシャッフルしながら洗わず着てるみたいな。俺の服部屋見せたい。まあ映像じゃね、匂い伝わんないからそうですね、セーフかもしれないけど、匂いがもしこの動画で使えられたら、はい、やべえぞ。まあでもね、はい、一時ちょっと体調もね、ずいぶんと崩されてて悪かったんですけど、戻りましたね。やっとね、ちょっと咳が残ってるんです、うん、まあ咳あるけど、本当今日ぐらいからね、笑えるような体調、笑いが出るような体調になってね、はい、もうそれまでは本当もう愛想笑いですら辛いみたいなね、それしててももう目前で後ろにこけるみたいなね、はい、まあでもね、我々協会としてはこう限界に挑む、それがアスリートだ、それがスポーツフィッシングだということを推奨してるんで、ね、やっぱりこうね、トップアスリートがアマゾンで苦しむ姿、これもまたはい、スポーツだなと思ってます。でちょっとまあ、釣りの話になるんですけど、随分ともうね、トップとの点差が空いてしまったんですけど、もちろん最終日まくる気でいきますよね。余裕ですよね。はい、T 並木ですもんね。フライバー、ルアーで3匹ぐらいしたらいいんだろう。ああ、そうです、そうです、そうです。楽勝、楽勝ですよね。じゃあ、それを日本におられるファンの皆さんに、その気持ちを。はい。T! ありがとうございます。じゃあ、頑張ってください。はい、どうも。